そうですね、本当に、ここ、1ヶ月間、皆さんと一緒にお稽古をしてきて、自分も初めての演出という立場で、いろいろな舞台を見るということは初めてだったんですけれども、本当に皆さんに、こう自分が思うことっていうのを具現化していただきながら、それがどんどん形になっていく喜びというのは、やはり今まで感じたことのない、感情でしたし、で皆さんとやることで皆さんにこういろんな意見もいただくことで、やはり役者として立っている時には気づかなかったことですとか、学びというか得るものというのがたくさんありましたね。でも一番はやはりその僕が思い描いた形というのが今着実にほぼ形になって皆さんにお届けできるというところは、本当に出演者の皆さんとスタッフの皆さんに感謝したいなと思うところでございます。非常にこう面白い感覚でした。ですから基本的にはこう舞台全体を見てるというような感じだったんで、自分の中ではどの場面の登場人物の動きとかセリフっていうのもある程度把握してるわけですよね。でじゃあいざ僕が立ってみますとなるとですね、景色が全然変わっちゃうもんですから、右上から出ていいのか下から出ていいのかすら分からなくなるというような状況が一回ありまして、これは不思議なもんだなと思いましたね。はい、松屋さんの演出いかがでしたか？とにかく、ご自身が役者でいらっしゃるということがまず第一にありますから、仲間としてまず役者を信じてくれてるっていうことはすごく思うのと、もう人間性がとても優しく温かく力強く、そして自分の意志が強い方なので、普段から関わっていて、この今演舞場の真ん中に立ってる尾上松也を作ってるのは自分自身だと思うんですね。その力強さというのはやっぱり演出でも非常に人と関わるということを今まで積み重ねてきた中で、人に伝える難しさだとかそういうことっていうのは非常に苦労されてきたんだと思うんですけど、そういう部分でいうと演出家としてはすごく優しく、そしてやりやすいように分かりやすく温かく導いてくれるっていう。